いやー懐かしいですね、コロコロコミック。当時もうなんか雑誌って言うとそれぐらいしか読んでなくて、超速スピナーと宇宙人田中太郎、学級王山崎、あとなんだかな、ポケモンのなんかギエピーってピッピかなんかうるさいやつありましたね。そうそうそう、七久保さんのポケモンとか、あとなんだかな、ベイブレードとか、そう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 、その辺すごい軒並み読んでましたね僕。懐かな、あとなんかデンジャラス爺さんとかケシカスくんとか、その辺でも読んだみたいだな俺。うん、はい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 。ゾイド、あーなんかあったな、ゾイドっていう漫画。なんだっけ、なんか主人公なんか刈り上げでなんかちょっとイケイケのなんか感じのやつですよね確かね。でなんか獣っていうか、なんかその動物がなんかロボットになったみたいなやつですよね。なんかフィーネちゃんっていうなんかすごい可愛いキャラクターいたんで、あの子でしたの覚えてますね俺。はい、懐かしいな。はいはい、あ、そうなんや。へえー、ゾイドは何かゲームアプリになったんですか。どんな感じのゲームなんですかそれ。はい、おもろそうやなそれ、ちょっと俺やってみたいわ。皆さん、こんにちは。ボーゴーと申します。今回ですね、こちらゾイドの、アプリゲームの方を、実況していこうかなと思っております。で、僕、ゾイドって聞いて、もう真っ先にね、思い浮かんだのが、なんだっけ、昔、新銃機ゾイドやったっけ、なんかちょっと、なんか漫画があったんですよ。コロコロコミックって雑誌。まあ今もやって、まあ今もコロコロコミック自体はあると思うんだけど、まあ当時僕、小学生の時に、確か連載してたなっていう記憶がすごいあって、なんか主人公のバンってやつとなんかヒロインのフィーネってやつのなんか掛け合いとか、なんか当時そのコロコロコミックにしては割とシリアスなストーリーで、なんかあの時ってまあ、なんやろ、なんていうのかな、結構ギャグ漫画多かったじゃん、コロコロって。まあ今もなんかもしれんけど、なんかそういう中では結構逆にシリアスでストーリー重視の漫画だった、なんかそういうイメージがすごい強いです。このまずね、ガチャを、バッコリと引いていかないことに始まらないということで、まあ僕自身は結構ゾイドの中でも知ってるやつ、このなんかデススティンガーとかって僕知ってるんですけど、なんかこの知ってるのが来たら熱いかなって感じで、とりあえず今回1万円をぶち込むんで、計、まあ1500だからまあ10連ガチャを6回かなできるかなと思います。はい、まずオープンしていきましょう。来た。アイテム、基本的にアイテムが出んねんけど、なんか結構低確率でその大型ゾイド、なんか新アイテム獲得しましたね。まあ、去年はこういうなんか部品とかアイテムですね。で、ゾイドが来ると激アツ。うん。はい、当たる。わあ、なんかキャラクターとか、操縦士ゲットした、操縦士。はい。一発目の銃ではこんな感じですね。はい。当たらへんぞ。あ、スーパーレア来た。レッドアイズ、かっこ右、何これ、レッドアイズって。スーパーレア。なんかスーパーレア自体割と出てんねんな。なんかデュエイン・ベルトーニだから。あ、来た。あ、えデススティンガーってなんかこんなあっさり手に入っていいのこれ。なんかこれ武器ばっかやないかい。はい。はい。ソフィア・ブリジット、こいつもかわいい。4、5、6、7、8、9、10。ということで、ゾイドの方強化しました。で、ちょっと勘違いしてんけど、先手に入ったデススティンガーって、なんかあれプレイヤーゾイドじゃないみたいで、自分で操作するやつではなかったみたいなんで、今回まあ自分で動かしていくのはこのこのコマンドウルフってやつ。ゾイドって言えばこんな感じですよっていう、もう本当オーソドックス典型的な、ゾイドの形をしたね、このコマンドウルフで、今回、ミッションやっていこうと思います。どれいこうかな。このギューンってやつ気になるから、ギューンでいくか。お、来た。何これ。あ、多分これキャラクターを引き当てると、それごとにストーリーが追加されていくってことなのかなこれ。あ、新人さんですね。どうも、はじめまして。話はアンさんから聞いています。私はソフィア・ブリジット。俺がさっき可愛いっつったキャラじゃねえか、こいつ。普段は物資の運搬をやってるんですけど、時々 FES でパイロットもやってる。なんか、文武両道みたいな感じで。戦場をギューンって駆け巡るのって気持ちいいですね。うん。は、ごめん、そんだけか。今回はこのバーサスってやつで対戦をやっていこうかなと思います。はい。で、どうしようかな。ここの、まあ、大型ボイド設定のところは、まあ、デススティンガーで OK でしょう。で、サブパイロットに関しては、どうしようかな。トリニティ・シンクレア。まあ、この子もいいんだけど、やっぱ俺この子ね、ソフィア・ブリジットちゃん可愛いと思うんで、しかもこいつのスキル見て、ギューン。スキルの名前ギューンとかちょっとふざけた子なんで、ちょっとあえて逆に俺がやっぱ使ってあげることによって、調教していこうかなと思っております。はい、マッチングしました。バーサスモードさ、なんか俺含めて3人同じ感じのゾイド使って、でも相手が結構すげえわ。意外となんか初期ゾイドで潜ってんの、俺と、あと2人ぐらいか。なんか違うもんね、味方のやつな、白いやつね、微妙にね。さあ、こっからね、始まっていくんですけど、俺ちょっと対戦システムとかあんまり分かってはなくて、ただ、結構そのゲーム性的に言ったら、なんか、いわゆるなんかロルみたいな感じのゲームで、まあ、そのお互い序盤一気に攻めてって、ミニオン的なちっちゃいなんか、味方とかを、うまいこと駆使して戦っていくみたいな、そういう感じみたいなんですけど、さあ、始まった。じゃあ行きましょう。作戦開始。こっからもうどんどん進んでいくんですけど、それともう僕初心者なんで味方についていこうかなと思います。はい。じゃあ試合時間10分ですね。はい。そう、このなんかミニゾイドみたいなやつ。こいつらと一緒になんかもう、全員で上がっていくみたいな。ほら、ね、敵のああいうのを倒していく。後ろから。いて結構火力あんな、こいつら。あれ、味方どこに消えたんだよ、マジで。どこ行った何これワッチを俺っちを撃破した。これでなんか味方が敵を撃破した時になんかアナウンスが出るらしいですね。なんか俺もなんかモコウが誰々を破壊しましたみたいなね、そういう高らかなアナウンスを掲げていきたいのかなと思います。ちょっともうとりあえず四方八方にもう適当でもいいから武器をこのミサイルをどんどん撃っていくことによって、いいねいいねいいね、どんどん撃破してるね、撃破。おーい、よし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 、いけ。なんだこいつやるか。俺死ぬかもしれない、そろそろ死ぬんじゃね。ちょっと一回なんか回復的なのができればしたいんだけど無理かな。この Q ワッチュ師匠ってやつ強えな、やたらといろんなやつ撃破してんじゃん。左にもなんかゾーンがあるんだ。やばい、こっち近づくとやばい、撃たれる。ちょっと撃破していこう。やばい、やばい、食らってゆく。さあ、この復帰タイムっていうのがあって、復帰タイム中はこの時間経たないと戦争に復帰できません。よし OK、 レベル上がった。で基本こういうなんかもう試合中にどんどん武器のレベルとかが自分のなんかランクとかが上がっていくスタイルなんで、最初はもうみんな同じスタートライン、そう全てを試合中に全部稼いでいくっていう。やべやべ、なんだこいつ。うわー、やべ、エイムが全然合わねえ。エイムがガバガバすぎてやべえ。こっちだ、腕、よし当たった。おお、貫通しただけか。あいつもうすでに死んでんのか。なるほど。おし、おお、勝ったんじゃないこれ。何これ、味方拠点陥落あれ陥落したらどうなんのこれ。拠点陥落したらどうなんの。まだでも終わりじゃないよね。またねって言ってる。なんかもうみんななんかもう状況がよくわからないうちにもう2回目のキルされたわ。大型ゾイド建造開始ちょっと建築すんのここから今。何これ、ゾイド作り出したよこれ。どういうこと。まだ陥落してないじゃん。大丈夫なんでしょこれまだ。うわー、来てる。うわ、来た。ごめん、大型ゾイド突撃。来た。これ味方のやつだよな。こういうなんかあー、いった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 、これ。こういうのを、できるんで、こういうのできるって俺、ボキャブラリーがちょっとさすがなさすぎないか。あ、やべえ、拠点ピンチだ。で、ちょっと不利な時も、ああいうなんか大型ゾイドを発動させることができれば、よし。やべえ。2個目のこの拠点も破壊された。敵強えんだな。てか、俺が完全にお荷物なのかな、もしかしたら。やべえ、うわー、3回目のキルを取られてゆく。真ん中に行きます。あ、なんかこういうなんかあれできる。ごめんな、本当になんか味方が地雷で。申し訳ないんだけど、これ。このフルバーストってやつはなんか必殺技みたいなやつで、これね、いつでも撃てます。好きな時に。ちょっと撃ってみるか。よし、で、ちょっとこの大型ドイドの後ろについて、ちょっと、虎の威を嗅ぎ取る。うわ、すげえ、なんかゴジラみたいだな、こいつ。で、ちょっとこの、じゃあ、このフルバーストを撃ちます。相手の味方、相手のあれに撃ちます。いけ！必殺来た。運搬屋の意地。おー、なんか味方の能力が上がっただけだ。攻撃じゃなかった。でもゴリ押してどうにかなる気がすんだよな、正直。やばい。お前、すげえ、ゼロ距離で撃ってきやがった、あいつ。でもなんか、ダメージ受けなかった。あ、やばい、後ろから。もうとりあえず撃っていけば、うわー、どんどんケロロ軍曹に撃破されてる。よし。だってもう敵のこの拠点をどんどん陥落させていかないと、うわー、あ、ナイス。これなんとか、敵を1個制圧しました。はい。さあ、ちょっと復帰時間まで少しあるんですけどもさ、え？これ3つ目破壊された俺。もうやべえじゃん。敵が大型ゾイドを剣道化して、あ、これやばい。敵の大型ゾイド来たらもう多分俺ら滅びるぞ、一瞬で。うわ、やばい。この雑魚にかまってる人。もう雑魚にかまってる場合じゃねえんだよ。もう雑魚にかまってる場合じゃないのにさ、ちょっと雑魚に俺雑魚ごときに俺、やべ、このホーミングミサイルやばい。うわ、やべ、敵からも来た。敵からもこれ大型ゾード来ましたね。やべえのが、え、これちょっとやばいんじゃないの。もうどんどん、あ、やべえ、どんどん撃破されていってる俺の味方が。やばい。あ、これいよいよとなったら、もう本当に俺たちのこの城が、やべ、めっちゃホーミングしてくんもん。これやばいだろ。そう、なんか何が起こってるか分からなくて、もうやばいしか言えない。でもこの一直線にあのさ、ゴジラみたいなやつ来たら、もう俺たち本当に終わるだろ。一瞬にして。うわ、ちょっとやめて、なんか、あ、ごめん、帰還とか意味ないのおっしゃった。ここで帰還、まあ、リスポーン地点で帰還して何の意味があんだよ俺。あ、死んだ。ちょっとやばい、着々とダメージを食らってる。あ、食らってる。やべ、破壊される。いや、破壊されそう。やばい、ちょ、こいつお前じゃあバッテリーがどんどん減ってんだよな。ちょっと待って。うわ、ちょっと今、本拠地陥落ということで、我がモコ率いるモコ軍団は負けてしまいました。いやー、どうすれば体もてか、もう完全に俺がお荷物だったな。はい、バーサスモードやりまして、ちょっと残念ながら負けてしまったんですけども、すごい楽しかったです。まあ、自分がやっぱその、なんだろう、4人の戦力に、やっぱなって、なってないっていうのを試合中すごい気にしてしまうというか、逆にでもそこで自分が、あ、これ活躍できてるなと、もう味方の勝利に貢献できたなっていうなったら、もうめちゃめちゃもう快感なゲームなんだなというふうに思いました。はい。で、やっぱりゾイドっていう作品に久々に触れたんですけども、やっぱかっこいいっすね。なんか、ただのロボットじゃなくて、やっぱりモチーフになってるのが、やっぱりこういう獣というか、ビーストというかさ、なんかそういう男のロマンをほんとくすぐってくる作品だなと思いました。はい。まあほんとダウンロードリンク等ね、この投稿の説明欄に書いていますので、そこからね、ぜひ気になった方はチェックしてみてください。ということで今回のね、ゾイド実況終わっていこうと思います。皆さん、ご視聴どうもありがとうございました。戦場でまたお会いしましょう。